走れ風。辛い時は幾度もあった。またやり直せばいい。猛虎の恐ろしさを知らんだろ。お前だって侍の恐ろしさを知らんだろ。あの日の痛みも、あの悲しみさえも。お役に立てるかもしれませんよ。それだけ？あんた誰だ。息に知らん顔はないと思ったが。旅の者だが、島から出られずにおる。でしたらこちらへ。昔語りを聞かにはなりませんが。皆で手を取り合い、こたびも乗り越えよう。侍からどれほど苦しめられたか忘れたわけではあるまい。こたびは昔ほど甘くはないぞ。何を言う。これだから和光度はいかんのだ。では息に暗き日々を招いた侍の襲来を語ろう。その侍の名は酒井忠。とうとう千歳の昔、非常なる侍の群れが息に襲い来た。頭の名は酒井忠、人斬りの酒井だ。酒井の馬はおぞましき荒駒、主の心を映した真っ黒なる鎧をまとう。得たり、人斬りは随分な抜かりをいたした。己がせがれを伴ったのだ。我らはせがれを虜となした。血に飢えし山犬の父を釣り出すためだ。愚弄なる酒井は罠へと飛び入った。その荒駒も無残に死んで、人斬りとせがれのみただ生き残り逃げおった。卑怯者よ。虚偽を申すな。全てざれ言だ。俺は戦場谷の出、この目で始終見たんだよ。俺もだ。どういうことだ。我が名は酒井仁、酒井忠の嫡男。父は息を救おうとなされた。救う？人を殺してか。己らこそ恩をあだで返しおって。恩なんて感じじゃねえ。敵討ちのために生きに来たんだな。嘘つきではあるが、敵として斬る気はない。まだ敵じゃないだけだ。やめとくれ。まるで犬の喧嘩だよ。敵討ちではない、助けに来たのだ。父上の馬鎧のことだが、あの日以来雪形知らず。だろうな。ありかを知りたい。大高族と戦うために使う。侍に教えるくらいなら死ぬ方がマシだ。お侍、もう出てってくれ。あやつは馬鎧のありかを知っておる。言わぬなら影に隠れて密かに聞くほかない。ここには二度と寄らんでくれ。あっちから音がした。
そうかい。見つけた！いたぞ！この野郎！ここには二度と寄らんでくる。そうかい。せやつだ。人斬りの子だ。帰れ帰れ。侍のことを口にするな、サナ君は。ジロ、あの戦で、この野郎、帰れ帰れ。侍のことを口にするな、サナ君は。ジロ、あの戦で俺は家族を6人も失った。妹はまだ幼子だったんだぞ。みんな八つ裂きにされて、綺麗に埋めてやることすらできず、どれほど悔やんだことか。あってはならぬことだ。それで語りの続きは。ああ、そうだったな。ここからがこの語りの肝なんだ。社会は罠に落ちて荒駒を失った。息の者ども追い込めば、人斬りとせがれは戦場谷へと逃げ走る。社会は足を引きつつ進み、副兵どもに行き合った。そこで待ち受けたる兵は二武器刀の数人のみ。されどそれにてこと足りた。ただ人たちが酒井忠の首級を奪った。侍どもは逃げ帰り、我らは酒井の馬から鎧を剥いだ。それからは息の高き馬に鎧を着せたが、いずれも乗り手を殺めたのだ。あたかも人斬りの怨念がたたるがごとくな。しかしてこれを飯田なる秋人へと売り渡した。馬鎧を積んだ船が沖へ出た時のことだ。急な大風が息を襲った。空に轟く雷鳴は時の声とも思われて、荒ぶる風が岸壁に、飯田が船を吹き寄せて海の木図へ。その船はまだ船座の津にあるという。伊豆国か船の墓なる船座の津、酒井の馬の鎧やあらん。さても恐ろしき話だろう。
馬鎧は船座の津にあるのか。おそらく初めの船にあるはず。飯田家の旗が印、色は金、いや赤か。
ただしの呪いは偽りではないぞ。あの鎧を馬に着せれば、馬はただしのごとく生き血を欲し、己を殺すであろう。父上の馬鎧、風に合うとよいが。よく似合っておる。呪われていようと俺を落とすでないぞ。まるで父上の馬のようだ。流れ屋から守ってくれよ。大高族、野営が見つかったか。風、行くぞ。
ます。
敗したはずだ。ハノイ。侍だ。ああ、なぜだ。その馬鎧、まさか。酒井忠の馬鎧、その祖父が受け継ぎ、呪いは消え失せた。あれほどの仕打ちを受けてなお助けてくれるとは。敵を見定めるがよい。かつて俺は弱きを助くよう教えを受けた。叔父の志村殿とお前の言う人斬りから。父子のことは決して許せねえ。だがその息子は情け深い立派な男のようだな。よもやこんなことを言う日が来るとは。ありがとうよ、酒井の息子。じゃなければそれでいい。戦の備えは？いい買い物だ。道はわかるかい？どこへの道だ？雲煙寺への道さ。そこでは太田家族が飯と寝床を支度してるんだと。もう子供に慈悲はないぞ。その寺を見つけ、ざれ言を広めるのを止めねばな。
つは。囚われたままだ。禊を求めるか。だが罪は償えぬぞ。負けてなるものか。ネグンベ、さあかかってこい。高い家と知られては困る。天蔵は？崖だよ。大事な話をしてる。あいつ、猛虎に下るって言って、嘘ばかり言いやがって！決して嘘は言わない！いつまで待たせる気だ？駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた？気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では
戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め、船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。帰り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたい。なあお侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。共に戦場に立った父上の死。すまねえ。お主が知る由もないことだ。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。猛虎に生き流の挨拶をしてやろう。霧が晴れたら俺たちだと悟られる。下がれ。ならん。俺が兵器を破壊してこよう。コッパにされるだけだぞ。行ってこい。侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。頭を上げるな。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが衆生のためだ。黙れ。
りみっちゃんな。야친구핸드만父を憎む者どもに手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。
思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としやれ。そしていつかこの因果を断つ。よくやったな。深も喜ぶことだろう。いや、
俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか、堺人。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑かそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁は？昔な、腹のこと死んじまって深と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから深に会ってくる。後でよれ、きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも、槍川の陣。Thank you.